小サマ天割の乱は、1458年に、小安久王治政家の第一直し、王東琉球王国で発生した内乱。小金服王の後継者争いである心座城、布里の乱は、双方の当事者である王政氏、心座城と王帝、布里が落命して終わったが、そのため乱後に、第六大王に即位した、小安久王の権力基盤は、不安定で、 ゴサ丸やア割をはじめとする地方の有力アジが、攻めぎあっていた。中山予ほか生子によると、カツレ城のアジであったア割は、首里城を陥落させ、大いに突こうと野心を抱いていた。昭安久は、娘の百度、唐揚げをアマワリに嫁がせ、中心のゴサ丸を、を、読谷山のザキミ城から、中佑城,城のアジに任じて献制した。これに対してア割は、 小サが兵馬を訓練して力をつけ、反逆を企てていると残念した。安久王は疑いつつも、実際に小サが軍備を整えているのを知り、甘割に小サを打たせた。しかし、小サには、無本の心はなく、抵抗せずに自陣した。甘割は今度は、安久王を狙おうとしたが、妻にとついでいた百度。 当上げと月人のご育く剣がこれを知らせたので、王は周割を撃ったという。宮間時代から琉球に征服を受けるまでの間、機械党は琉球のカツレンアジの勢力、連合下にあったとされる。小サマルや甘割をめぐる騒乱は、首里中山の直し勢力と、カツレン、機械党連合勢力との軍事衝突が本質にあったとする。 1422年の五三丸の読谷山への違法、ザキミ城の築城には、読谷山の公益勢力と天見大島かさり、機械島との関わりがあり、水域の妊婦はかさりや機械島から蒸発された。五三丸は中北山の公営であり、1416年には滅ぼされた北山の影響範囲にあった天見の格闘とのつながりがあったと考えられる。1430年、 ゴサマルが中ぐすく城に違法されると、1441年に、首里軍によるアマミオ大島への侵攻が始まった。1458年にこの乱が起きて、ゴサマル、アマワリ共に宙された。1466年、カツレン勢力を下した、ヒサノリオは、間もなく、機械島征服に自ら乗り出している。このことから、中山は後北山滅ぼしたがその残された権益は、 ゴサマルが握り、進化に置いていたとはいえども完全に掌握は、していなかったことを示唆する。ゴサマルやアマの勢力を排斥することにより、中山が天マ軍島の権益を完全に掌握したとも言える。聖史ではゴサマルが中心、アマが悪人とされているが、おもろさ牛にはアマを英雄として称えるおもろが、収録されており、伊波浮遊は通説に疑問を呈している。 なお遺説として、カツレン城に大きな戦乱の痕跡がないことから甘割りは、ハテルマ島に入るされ陰遁、城は無血解除をしたという説がある。ありがとうございます。